相手守らない手、あ、守らない手か。どうも、ドモズルです。はい、ということで本日もこちら、クラッシュロイヤルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日はね、無課金でプレイしているこちらドズ2からお送りしていきたいと思うんですけれども、ドズ2ちょっと久しぶりですねドズ2もっとね、2日に1本ぐらいは上げていきたいんですけれども、結構リクエストもたくさんいただいていて、ドズ2上げてくださいみたいなね、リクエストもいただいているんですけれども、今日は、5500リーチの状態から、頑張っていきたいなと思います。5472、あと1勝すればね5500、さらに私ドズ2の最多が、5535なんで、あと2勝だから、この動画でもし3連勝できれば最多更新でございます。頑張っていきましょう。で、さらにですね、こちらのエメラルドの報酬、これちょっとゲットしますね。これ一回トロフィー落ちちゃうとこれゲットできないんで、皆さん気をつけてください。このトロフィーロードトロフィーロードの闇、エメラルド100円目美味しいですね。てか無課金でエメラルドをゲットする方法って、たまに来るこの無料の一握りのエメラルド10しかないので、結構ねあれなんですよ、100エメラルドでかいんですよね。1200エメラルドもある。で、さらには今日こちらの魔法の宝箱をね、引いていきたいなと思います。使ってるデッキはいつもの、メガナイトホグなんで、まあ、出てほしいカードはホグライダーだったり、ウルトラレアはあんま期待できないかもだけど、プリンセス、インドラ、メガナイト、あとはコウモリとかザップとかね、あとアーチャーも集めてます。アーチャーちょっと入れようかなと思っていて、アーチャーレベル上げ中なんでね、こちら魔法の宝箱引いていきたいと思います。参りましょう。頼むよ。ゴールド、バルキリー、あ、バルキリーはあんま使ってないな。ザッピー、ザッピーがあれですよね、クラワーリーグでもね出てきましたね。さあ、さらにはガーゴイルの群れ、これ全然使ってないですね。お、アースクエイク、アースクエイク型のホグライターもね、かなり今シーズンから人気になりましたからね。さらには矢の雨、矢の雨は早くなって人気になったという噂だけど、全然使っておりません。いやー、ウルトラレアも出ないか。ゴミ箱でしたちょっとあんま使ってないカードばっかりでしたね。まあまあ、そういうこともある。じゃあいつもの、こちらのホグデッキで参りましょう。5500、ちょっと集中します。ワンパク小僧、ラスボス、ラスボス、ワンパク小僧、あ、ワンパック小僧か、ワンパクじゃないんだ、ワンパック。さあ、ここはザップいつ打たれてもおかしくないんで、いや、フリーズ、フリーズはか、これちょっとザップ打ちますね。もうダメで抑えたい。あ、でもこれプリンセスやられるパティン。んー、生きろ。いや、死んだ。やべえな。バルフリを初手でやってくる。ワンパクが過ぎるぜ。ワンパクが過ぎる相手の。ちょっと待ってよ。ここ左にホグ飛ばしつつ。いや、どうしたもんかな。ミニペッカー。ナイトも出してきた。ここは美味しいですね。縦線だけでいけるよな。縦線なるべく、なるべく中央に寄せつつ。オッケーオッケー、悪くない悪くない。さあ、ナイトまで処理してくれる。美味しい。さあ、こっからですわな。相手のバルーンがちょっと厄介なんで、一旦左にプリンセス出しますね。で、右からまた来た時に、さあ、フリーズ来るよ、フリーズ来るよ。これで4コスト使ってくれれば全然もう美味しい美味しい美味しいまである。オッケー。さらにはザップでちょっと止める。ザップを毎回使うのがもったいなさすぎるけど。あ、ヤナメ持ってんだ。フリーズヤナメ。逆に言うと、ダメージ呪文がフリーズとヤナメ以外、ない可能性が大ですね。さっきと同じパティンだ。どうしようかな、ここ。まあ、いいか、一旦行ってみるか。一旦さっきと同じパティンで、これでミニペッカとナイトが来るか。一発、二発、かなり遅れてますね。三発、オッケー、美味しい。四コス使ってくれて、三発は美味しい。今んとこちょっとダメ負けしてるけど、全然勝てそうですね。相手は手札にナイトがあるのか。まあ、ちょっと次のバルーンにまた備えましょうかね。ここでナイト刺してくるかな。右から、うわ、バルキリーもいるの？マジかよ。ちょっと待って、バルキリープラスバルーンとかやられたらもうたまったもんじゃないんで。いや、フリーズが怖えな。にしても。にしてもフリーズが怖え。こっちはもうこっちから行くぜと。相手かなりね、陸受けが豊富。うわー、ガゴムレいるんかい。ちょっとザッププラスのプリンセスでうまく処理してくれ。頼む。プリンセス頑張れよ。オッケー、ナイス。メガナイトが頑張って、一発もう一発。よし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 。悪くね、悪くね。で、こっち、右をフリーズされたら、すぐ行きます。オッケー。いや、悪くないんじゃない？あ、一発入るなよ。おー、あー、入った！惜しい。これ、左ホグライダーいらなかった説ありますが、あ、でも、ミニペを刺してくれたなら、オッケーオッケー。結果オーライ、結果オーライ。さあ、来ますね、だいぶ。ちょっと待ってよ。矢の雨が怖いから、ちょっと離しての、こっち。いや、受ける。オッケー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 。さあ、ここは、
相手そっち行く、 OK。 でこれでフリーズ使ってくれるかな、フリーズ使ってくれて OK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  でホグライダーが刺さると OK。 おーナイスナイス、危ねえ、今右落とされる前提でいました、今びっくりしたテテテーンが鳴った瞬間びっくりしました。 OK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 、 なんとか時間を稼ぎました。まあでもバルフリはね恐ろしく強いデッキだけど、まあなんとかなりましたね。はい、ということで5500、今シーズン初の5500かな、到達いたしました。あと1勝すればもしかしたら最多、いや最多に並ぶぐらいかな。であと2勝すれば、しかもこれもゲットできる、5525、あと1勝すれば魔法の宝箱もう1箱引けるわ。ちょ、いきますいきますいきます、もちろん参りましょう。よし、集中していこう。今の相手はね結構わりかしちゃんと戦えたかな、相手が次こう来るっていうのが分かってたんで。でもね陸系が多いデッキがやっぱ多いですね、本当に。なんでだろう、エリートバーバリアンとかが多すぎてみんなやっぱナイトとかバルキリーとかミニペッカとか入れたくなっちゃうのかな。さあ矢の雨持ち、いやインフェルノタワーか、嫌だな。さあここはちょっと、はい、ローリングウッドの求愛行動をしつつ、いやーどうしようかな、まあ、矢の雨使った後なんで、まあ、プリンセスでインフェルノタワーにいたずらして、さあこれでどう来る、嫌だな、嫌ですね。相手まだ出さない、ローリングって持っとるか、今んとこ今んとこ謎相手も、あーロケットもちゃんと当ててくる、うわ強い。これはこのトロタイでねロケットちゃんと、別にバカにしてるわけじゃないよ本当に、このトロタイでちゃんとロケット当ててくるのはやりよる。いやこれちゃんと当てられるときついんすよね。どうしたもんかな、矢の雨打つ、あ打ってくるんか、打たないと思ってホグ展開しちゃった。でインフェルノタワーがどっちかに来る。オッケー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 、おいしいおいしい。これはあ、おいしいんじゃない、左が本命なんで、ザップでリセットかけましょう。これ相手はね、インフェルノタワーにかまけて、メガナイトに処理をしなかったんで、このザップのおかげで、いや、4発ぐらい多く入った。オッケー。いいですよ。ローリングットもあるのか、でも。厄介ですな。ロケット、ローリングット、ヤナアメ。いや、枯渇なんだ。枯渇でヤナアメとローリングットを入れてるって結構珍しいですけどね。ここは右にローリングッド使ってくる予想で左にプリンセスを出したんだが、そううまくはいかなかった。オッケー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 、プリンセスが死に際の一発を、素晴らしい。ここもまた同じ感じでいきましょうかね。左に目がないと、で右に多分矢の雨また打つでしょ、どうせどうせとか言っちゃってるけど、あ矢の雨打たない、あそういうパターンもあるのか。2分の2打ってきたからもう次も打ってくるもんだと思ってた。あーこれ左刺さらないかな、どっちもインフェルノタワーでやられて、やべこれは調子乗った、これちゃんと受けますね。さっき刺さったものがまた刺さると思うなよと言わんばかりのこのやられっぷり。さあ悪くないよ、あ矢の雨来る矢の雨来る矢の雨来る、オッケー矢の雨来て、いやでも大丈夫、ここはもう先打ちポイズンですね。インフェルノタワーが来て、いやーこれ 1-0 で終わらせたいな。いや大丈夫、守りから作れれば全然いける。さあバレルが来てもディガーが来ても縦線が優秀、いやーそっちはか、よいしょ、なんとか抑えて、ロケット圏内ではないよねまだ。あとはディガーが来る、ディガーが右から多分来て削ってくるんで、これさえ抑えれば、いやー厳しいか、ロケットプラスのちょいちょいでもう時間勝負、これロケットをとちょいちょいで削ってくるはずなんで、ホグライダーで先にやらせていただきます、生かさせていただきます、ありがとうございます。よし、危ねえ相手多分もう呪文ロケットプラス矢の雨で削れてたんで危なかったですね。さあプラス28で最多トロフィーリーチでございます、ありがとうございます。5500、おお来たか、魔法の宝箱ね。5535がね最多トロフィーなんですよ、ほら。だから前回のシーズンこれがもうギリギリだったんですけれども、まだ時間を残して先月のね私に並んだと最近結構やっぱ最多トロフィー更新がしやすくなりましたよね。まあそれは嬉しいことではあるんですけれども、5600いきたいな今シーズン、ちょっと魔法の宝箱引いていきたいと思います。参ります。ホグライダーとか来ないかな、さっきちょっとゴン箱だったから。迫撃王、スケルトンバレル、ボンバー、頼む、なんか来てくれ。あ、吹き矢ゴブリンか。まあ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 、使うかもしれない。ザッピーからの、ああ全然出ねえ。いや、ライドラ好きだな。ライドラ2連続だから。さっきの宝箱でもライドラ出たんだけど。まあ、現実はそんなに甘くねえってことですな。あと1勝行きましょう。よし。これで勝てば最多です。参ります。うわ、レベル13。
ちょっとローリングッドで QI コードしとこう。レベル13はね、まあ、ユニットもカンストしてる可能性が高いんで、うおー来た。これ本来だったらメガナイトで受けたくないカードナンバーワンなんだけど仕方ねえな、これは。最低何で受けてくる？あれ、プリンセス無視？そんなことあるか？さあ、ここはプリンセスいい感じに活躍してくれて、まあ、活躍したのかどうかわかんないけど、ワンチャンある。これもうホグライダーも足そう。チャンスがあると思ったときはもう全力でいく。それがクラッシュロワイヤル。オッケーオッケー。え、なんでなんでなんで、相手守らない系？あ、守らない系か。突っ張ることが男の勲章って思ってるタイプ。オッケー。さあ、完璧ですね、これは。完璧です。ちょ、待って、最多更新の試合がこれはちょっと逆に悲しいんだけど。いや、ちょ、待って、いや、あのね、動画外でめちゃめちゃ頑張ってるからね、あのこれだけ見たらなんか楽にさ、最多トロフィー更新して3連勝でわーいみたいになってるかもしれないけど、あの、本当に、本当にこう、1時間もう何回も上がったり下がったりとか、もうあの、何時間かけてトロフィートータルマイナスで、ああ、もう今日無理、今日マジドズ2の顔も見たくねみたいな状態になってることが結構ありますからね。で、でも、ね、最多トロフィー更新でございます。5559。いや、でもね、ドズ2は本当にずっと頑張ってきてるから、嬉しいですね。やっぱ頑張って成果を、達成できると、やっぱ目標達成できると本当に嬉しいということで、ね、次の動画5600を目指して、ね、頑張っていきましょうかね。いやー、大瓶か、ドズ2が大瓶っていうのもちょっとね、あの、信じられない話でもありますが、6000も見えてきましたね。結構ね、6000で足踏みしてる人も多いんですよ。あの、ボンさんとかも結構ね、6000で足踏みしてて、そっから上がなかなかいけないっていう、人も多いので、ちょっと、ドズ2でね、下から追い上げを頑張ってやっていきたいなと思います。レベル12で6000いけるかな？まあ、こっからさらに、レベル13ばっかりになってくると思うので、まあ、ちょっと、ここら辺で、ね、レベル11のカードをチェンジして、今、アーチャーをね、育ててるんですよね。アーチャーをレベル11から、12にしたりとか、ノーマルカードがやっぱりレベルが上げやすいので、まあ、ちょっとバランスよく、今、スーパー2枚と、ウルトラレア3枚というね、あの、無課金にはあるまじき、デッキのバランスはいいんだけど、無課金にはあるまじき、デッキ構成になっているので、まあ、ちょっと、ここら辺ノーマルカードを入れてみたり、ノーマルがほとんど入ってないんでね、ノーマル入れてみたり、まあ、ちょっと上げやすいカードで、構成してみようかなと思っております。はい、ということで、じゃあ本日はドズ2無課金でね、プレイしてるドズ2最多更新、いたしましたので、またね、引き続きちょっと、ドズ2も2日に1本ぐらい上げたいんだけどなでもまあ3日に1本、4日に1本とか、ちょくちょくね、なっちゃうんですけれども、またね、上げていきたいと思いますので、皆さんも一緒にトロ上げ頑張っていきましょう。過去のドズ2の動画もね、たくさん上がっております。ぜひ他の動画も見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。この動画が面白かったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしく頼むぞ。